い、こんにちは皆さん、スプレアートでノベラちゃんです。今メキシコのコロナの情報をちょっと教えたいと思います。で、今見てる通りに誰一人もマスクを使ってない。あの夜にはさ、多分11時過ぎてみんなはもう家帰れみたいな、で警察を言ってる、みんなにね、歩いたら警察が来てもう帰れよ、もう帰れって言ってる。どこまではパニックになってるのかちょっと知りたいと思ってマスクを買いに行きます。で、薬局に行ってまだ売ってるかどうか知りたいし、あともちろん私も必要。行きましょう。1つ目行きます。ないって言われた。マスクはもうない。で、あのボティキンっていうやつはまだある。で、ボティキンはパケットセットに入ってる。そのセットになんか頭の痛み止めとかいろいろが入ってる。で、その中にあのマスクも入ってるけど10個しかない。じゃあ次の薬局を探しに行きます。とりあえずはもうない。2店舗目に入ったけどないから3店舗目に行きます。3店舗目に行きます。多分ないかもね。本当にない。どうしよう。行きます。なかった。もう終わり。売り切れ。どうする。ここも田舎で買えなかったらさ、もう市に戻ったら多分もう本当に買えない。まあ、次行きましょう。4店舗目です。セラシー。シー、verdad? nada más dos. 4店舗目はこれしか買えなかった。多分まだあるけど、もしかしたら一人がね、リミットがあると思います。ちなみにね、これはね、一番高いやつだった。240円2個で、これもちょっと簡単なやつだけど60円で、普通のやつはもうない。今の話を聞くとね、みんなはねマスクを使っても意味がないみたいってみんな考えてる。OK、 まあ、ということでこの街の全部の薬局を回って、はい、結果はこれです、うん、これはあった。これは普通のだけど、あったじゃん、うん、これを買わないと。この中に入ってた。あ、セットってこと。セットです。何これ。なんかいろんな薬とかいろいろがあって、うん、で、そこにこれは10個が入ってた。おお、すごいじゃん。うん、でも買ってきたじゃん、マスク。すごいじゃん。これでめっちゃやばいマスク。まあでも今現状誰もマスクしてないですね。誰もマスクしてない、うん。ということで、まあ、じゃあということで、それは現状です。はい、じゃあ楽しそうと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。コメントもよろしくお願いします。アディオス。アディオス。